はようございます。いや早いっすよ今日は、何時今5時50分ぐらいか40分なんか時計がおかしいなこっちの方が正しいから。まあいいとしまして、まあちょっとね朝早く江東区からどこだった石川だったまでの仕事があるんでね、それに対応してちょっと早めに出てます。7時着予定というか、まあ、7時に到着させて9時までにお届けってやつかな。まあ、そんな感じですね。で、静音化計画のハッチとあとドアのきしみオンテープとあと低減マットの衛星を受信しました。レビューというか、ロードインプレッションなんですけど、朝一ねなんかどうしてもキコ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 言ってしまうのは多分あの金属系の音なんですよね。だからスプリングとかなんかその辺の類のものが鳴ってるのかなけど、それが今ちょうど収まってきて、で様子を見てるところなんですが、ドアの付近からのなんていうのかな、音、細かいそのきしみ音っていうのかな、それやっぱりねなくなった気がしますね。なんかこうピラーのところピラってあの真ん中の、なんだろう、B ピラーになるのかな、ちょっと言い方で分かんないけど、そこら辺真ん中の、シートベルトのついてるとこね、そこら辺からねこうたまにキュッキュッってこう落としてたんですよ。でまあそれがねなくなってるかな、それがなくなってるのはすごくやっぱ効いてんだなと思いますよ。だからあれいくらだったかな、送料込みの金額でいっちゃうといくらになるのかちょっと分かんないんだけど、まあ、送料が確かね500いくらなんですよ。普通に買うとね、その上新な上新レベルさんで買うと、送料を5000円以上買うと送料無料になるっていうやつで、わざわざ5000円以上買ってみたいな感じに合わせてやったんだけど、まあ欲しいやつが大体5000円ぐらい全部合わせたらいっちゃうんでね、だったらもうどうせだったら買おうっていうまた2回目のパターンですね合わせ技で、はい。で低減マットが1500円ぐらいだったかな、で、そのなんだっけ、シミテープが800円ぐらいだったかな、確かそれだったと思ったな。まあちょっとせっかくの金額があって調べますけど、でプラス、今度始めようとしているのが、2個というか、まあ、1個なんだけど、それを2個買って、やろうかなと思ってるところですね。で大体5000円ぐらいのものになるんですけど、さっきその言ったきしみテープに関してはすごくなんかちょっと変化は感じられました。お値段がねそんなになんか高くない割にはっていう感じはしますね。施工もね結構楽、まあ楽、あの一箇所ね、あのリアハッチの一番下の部分は、まあ、カットする加工があったんですけど、まあ、それ以外は普通に貼る、あの拭いて貼るだけなんでね、脱脂してねまあいい加減にちょっと脱脂したけど、つける価値はあるかなって思いますね。で低減マットなんだけど、これはねちょっと運転席やその運転してる自分には分からないかな、っていうのはもうあちこち今やってはいるけど、正直やっぱあそこに敷いただけで変わるかっつったらそんな変わんないですよね。
あの運転してて分かるかって言ったらね、こう下からのこう突き上げた時のこう音を押さえてるのかなとか、そういうのはあんまり感じられないかな正直で、これがあの後ろに人乗せた時っていうの乗った時に、後ろの人がどう感じるかですよね。足元のなんかこうなんていうのかな、ゴツゴツ感っていうの、こう路面をにタイヤが当たる音がうまくこう抑えられてれば、まあ、それはラッキーですよね。でフロントの助手席と運転席のところにやったところに関しては、あ、まあなんかこう効いてるなっていう感じはやっぱありますからね。まあそれはね、フロアマットの下に置いたんで、引いたんで、それの恩恵もあるのかもしれないですけど、要は鉄板に直にこう置いてるわけだから。で後ろはマットっていうか、そのなんていうの、カーペットの下に吸音マットみたいなのがあったんですよ。それ多分ね、その前の動画でちょこっと見えたと思うんだけど、それプラス鉄板になんかこう施工されてるんだ、施工というか加工というかね、あるんですよ、あの精神剤みたいな感じのやつがね。それがもともとついてるから、どうなんですかね、やっぱマットカーペットの下に引いた方がやっぱより効果的な感じはするんだけどいやね、ちょっとやっぱリアシート外したりとか、ちょっとねカーペット剥がすの大変だったんでね、なんかやっぱお手軽っていう、なんつうの、今回のニーズに合わせたというか、これぐらいでもこれぐらいになりますよみたいな、そういうのを出したかった。なんでね、動画的に、まあそれが、うまく出ればいいかなっていうんだけど、ちょっとねここの時点では僕からはちょっと何とも言えないですね。自分で後ろの席に乗れればいいんだけど、なかなかそういうことは まず持ってないんでね。で今玉川沿い走ってたんですけど、もうだいぶ落ち着いてる感じですね。水量とかもうやっぱいつも通りよりちょっと多いかなぐらい、水の色も若干こう緑っぽくっていうか、こういつもの色に戻ってきたかなって感じですね。いやー、まあでもね、多摩川もいいんだけど、まあちょっと今週はまた別なとこに行く予定なんでね、多分、行くと思うんだけど、まあ、雨なんだけどね、まあ今年おそらく最後になるんじゃないかなっていう、チームホネホネのチームホネホネと言えるのだろうかよく分かっているけど、それで行こうかなっていう感じですね。遠征ですね、プチ遠征に行こうと思っていますね。まあそれはね、その動画を後でね出そうかなっていう感じではあるんですけど、まあ、なんかしら、釣れればいいなって感じなんだけどね、まあ釣り動画出しますよ。多分長い動画になるんじゃないかな、またね、ちょっと分かんないですけど。ということで、労働ノイズ低減のまとめなんだけど、まあ映像で音声がうまく入ってればいいんだけど、おそらく入ってないんじゃないかなって思うんですよね。結構こういろんなところの変な音っていうのかな、こうきしみ音みたいなのが結構今まで入ってたと思うんですよね。まあ、カメラの、あの固定の、ね、フレームとかの音とかもあったんだけど、そういうのも多分今は軽減というか、まあ、なくしているんで、本当にもう車体から出てくる音っていうのかな、そういうところと、あとまあフロア音と、まあ、フロア音もちょっと入ってないかな。
まあ、とにかくね、その映像で見てるとちょっと分かりにくいことっていうのかな、見てると見てるとの音は違うんだけど、まあ、そういう感じなんで、まとめらんねまとめらんないっすよ。だからってこう、あーすげーってなんか言えないんだもんいやこれね、企業案件とかだったら絶対にこんなこと言えないね。なんかちょっとでも褒めろやみたいな言われそうだけどね。いや正直ね、ほんとわかんないっす。ただ前より本当になんか気持ち変わったかなってぐらいですね。はい、そんな感じですそんな、なんていうの、めちゃくちゃ高いっていうもんでもないし、で他の人のレビューとかを見てても、なんていうの、もともとあれってリアゲートってゲートでね、あのなんだ、トラックルームとかそういうとこに敷くって書いてあったじゃないですか。まあイレギュラー的な使い方をしてるんで、まあ、そういうなんていうの、トランクハッチとかそういうところ用にこう施工すれば、またそれは変わってくるのかもしれないですからね。まあ、いろんな車でエブリに限らず試してみる価値はあるんじゃないですかね、と思います。さすがにそこぐらいフォローしておかないとねメーカーに置かれそうだとまあでもね、僕はそのエモンさんの商品をなんかこうずっとやってきてますけど、まあある程度のもう限られてるじゃないですか。あとなんかこうドアの隙間を開ける、あ、開けちゃダメね隙間を埋めるやつとか、なんかボンネットのところとかなんか、隙間を埋めるとかなんかそういうのあったんだけど、まあ直感的に考えられるとすると、やっぱね、フロアマットのところかなって思ったんでね、もうちょっとやっぱ後ろの荷台のところとかもね、もうちょっとやっていきたいなと思ってますけど、いずれはね。午前6時です。1時半。あ、でもまあ。